ホップを加えた爆画工房説明書からなるホームブルーイングキットの例。ホームブルーイングは個人が小規模かつ非商業的目的でビールを醸造する行為。ビールはその発明の時から家庭内での醸造が行われており、それは商業的な生産が始まるより何千年も先んじていた。長年の間にその法律上の合法性は 各地それぞれ多様な規制のもとに置かれてきた。メーンアーティクルズ、EN、ウメインブリューイング、EN、ヒストリーオブアルコホリックビバレッジズ、EN、ヒストリーオブビアー、EN、ヒストリーオブワイン、EN、ヒストリーオブアルコールイン、チャイナビールは、新石器時代のメソポタミア、エジプト、中国に始まる、その7000年に及ぶ歴史の中で、ずっと家庭内で醸造されてきた。 最初に発達したのは粘土の高いビールで同じ時期には蜂蜜酒、果実酒、ライスワインも同様に発達した。醸造における女性の存在は人類が居住していたすべての大陸におけるアルコール類の生産において広く見られる現象であったが、それは醸造の商業化、工業化が起こるまでのことであった。醸造の伝統は女性の領分から始まったが、これは 醸造が最終の副産物であった。また、しばしばパン焼きの一部と考えられたという事実に由来している。古代ギリシアや古代ローマでは、ブドウを使うワインと共にビールも作られていたが、その量はワインほどではなかった。ローマの女性たちは大規模な世帯においては醸造の指揮を取り、労働は奴隷に委ねられていた。当代には中国でも家庭内での醸造が、 一般的な火事の一部になっていたが、仮想階級の人々は十分にろ過されていない透過物を作っていた。18世紀の産業革命は温度計や液体比重計などの革新をもたらした。こうした道具が作業の効率を高めたことによって、歴史上初めてビールの大量生産が可能になった。1857年、フランスの微生物学者、ルイパスツールは、 ビールの発酵における酵母の働きを説明し、醸造家たちは望ましい特性を持った酵母の開発に取り組むようになった。20世紀前半を通じて、イギリスではホームブルーイングに規制があり、課税されていた1880年国内再入法はホームブルーイングに免許料を導入し、ゴシリングを課した。財務大臣、レジナルド・モードリンは百六十三年に、 この醸造免許制度を撤廃した。オーストラリアがこれに続き、1972年にゴフホイットラム首相が、それまで禁じられていた、最も弱いビール以外の醸造を、首相就任後すぐに着手した法案の一つによって撤廃させた。1920年には、禁止法によってアメリカ合衆国全域で醸造所は閉鎖されるか、 酒造維持の目的で爆芽を製造する工場に転換することになった。アルコール分が0.5%を超えるビールのホームブルーイングは議会が連邦法による規制や課税を撤廃する法案を可決した1978年まで違法なままであり、ジミー・カーター大統領はこの法案に署名し法として成立させた。ホームブルーイングの完全な合法化から数ヶ月も しない間に、チャーリー・パパジアンが、ブルワーズ・アソシエーションと、アメリカン・ホーム・ブルワーズ・アソシエーションを結成した。1984年には、パパジアンが、著書、ザ・コンプリート、ジョヨーブ・ホーム・ブリューイングを発表し、その後に発表された、グレアム・ウィーラーの、ホーム・ブリューイング、ザ・キャンラ・ガイドなどの類書とともに、版を重ねている。 人々が自分のビールを自分で醸造する動機は様々である。多くは商業的に生産された飲料品を買う方がコストが高くつくとして、これを避けて自ら醸造する。また、家庭内で醸造することは自分の好みに合わせてレシピを調整し、市場には出回っていない飲料やカロリーやアルコールを抑えた飲料を作り出す自由を与えてくれる。 一部の人々はホームブルーイングのクラブに参加したり、ホームブルーイングの競技会で競うこともある。ビール審判資格プログラムはホームブルーイング競技を監督し、審判資格を与え判定基準を提供しているアメリカ合衆国の組織である。同様の機能を持つイギリスの組織にはワインビール審判全国ギルドやワインビールメーカー全国連盟の部がある。 ありがとうございます。